夕日が日当たってます。夕日当たってる。ハードで足のバナだよって書いてある絶対嘘じゃん。マナちゃん見に来るわけないじゃん。やってほしいってことそれ。まだだよやれってことで。いらしてますじゃないよ。行きたいよ後楽園ホールって怒ってる怒りつつ。暖かいんだからじゃない。そうみなるんから引き継ぎましたバトンを。今からプロレス行ってくる。や羨ましいね。プロ野球も開幕する。あ、そのオープニングの話はよやりましょうか。栄10年生なのに明日行けねえ寂しい。キュリナちゃんなんでそんなに二重綺麗なの。メイクしないとね二重あるんですよ。メイクするとダメなんです。ずれちゃったよ。あら残念。もうそしたら外資来ようねみんなね。そうだよね。岡田選手とザックで選手でしょ。楽しみ。首どうした。え、最近首枕ほんと必須なんですよ。最近香水教えてっていう人多いですね。ちょ電気つけたらどうなんのこれ。うーん怖い怖い。これあるのとないのと変わる？変わんないよねそんな。変わってる？これ変わんないよね。あ、怖っ。いらないねこれ。じゃあ本題に入りますか。総選挙頑張ろう。嬉しい。リレー配信の進行メモ忘れた。なんか進行台本みたいなのもらったけど最終日だからま関係ないんですよね確か。なんて書いてあったっけ。なんかちゃんと見たけどあれこれ関係ないで最終日の人みたいな。次の人に質問とかですよね。そう関係ないじゃんと思って。でとりあえずどっかに置いてきて。いやメモはもらってない。なんかメールでもらっただけです。メモもらったらはいなんか順位は読むんだっけ。いやでもさ順位さそんなにすぐ読んでいいんですか。もうじゃ読むよ。1位としさん、2位翔一さん、3位すぎちゃん、4位とトーチ、5位ミニッツ、6位ジュリコロ、7位ジュリグル、ポッ、あ言いそうだった危な、おいしそう、
8位、パパパンバンバンネオさん、ユリマニさん、ディウィドさん、エドエドヨッスリュウさん。はい、終わりじゃないよまだ。とりあえずで、ミナルンからの質問が2つあるんで、それに答えたらいいんだよね。でもそれ最後にすればいいか。最後に、でも真面目な質問、真面目な質問と、まあ、可愛い質問2つあったから、まあ、後でかな。じゃとりあえず何だったっけ、あのハッシュタグ、入学SK 院入学式予想、なんだっけ予想なんだっけ入学、え、なんだっけ、あ、帰ろう。入学式のなんだっけ、大鳥なのに、ポン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 、SK 入学式初撃のオープニング予想。そうそう、みんな何予想してるの、みんな何を予想してんの、初撃のオープニング。クラス替え、やば、急にまさかの、保護者席に OG 面白い、空から飛んでくる。来場者の会場全員の名前を見上げる面白い、大組閣はやばい、いきなりジェリコが立ってる、なんでやねん。あさってエプリルフルって1日だっけ、1日だよね。ヨーサさんが強き者よでもここで読んだやつはもうないってことだよね、大体お、1日始まった、頑張れ頑張れ。入場、みんなの入場、とりあえず出席を取ります、全員やば、朝の登場、メンバー全員の出席確認、めっちゃ長いやん。まあそれありえるよね、鈴木軍乱入1.5 じゃないんだからそれ、うん、面白いな。にゃ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 、
席替え席替え席替えも衝撃の衝撃のオープニングはファンの方の席替えつらっ。せっかくせっかく前の方だったのに嫌じゃない？嫌じゃない？このオープニング、せっかく前の方だったのに、最善だったのにみたいな嫌だよね。で面白いけど、ジュリナロスインゴ加入もうプロレスやん。辛いよね、ファンの方の席替え辛すぎ。机を釣ってください。なんだろうな、席替えでしょ、あとは転校生発表、卒業生発表怖っ、急に。入学できませんって、卒業しますっていう。ないですからね、ないないですからね、卒業。そんな最初で、入学式のさ最初でオープニングで卒業発表なんて、ね、あるわけない。絶対嫌ですね。いきなり給食の時間、それ面白い。スマサナがいたらありやったかもしれない。サプライズあるかな。あ、遅刻？おもろい。遅刻しよっかな。めっちゃ面白いじゃん、遅刻するの。あれ、誰々さんがいません。え、めっちゃ面白いそれ。ちょっと遅刻面白い。どうしよう、やろう。面白い。ちょっと遅刻面白い。面白い。やだ、面白い。面白い。面白い。早退しよう、早退それもダメ、絶対ダメ。保健室に行く。そう、絶対ダメ。いいね、遅刻しようじゃないよ。ジュリナはダメよって、みんなダメだよ。準備体操めっちゃおもろいね。1、2、3、4全員遅刻でライブが夜にダメでしょ。夜ライブする、 HKT するんだから。そんなわけでいろいろ話しましたけど、じゃあ
あー、そろそろちょっと眠いね。ああ。タカのマイクが長い、めっちゃ面白い。マスカのオスプレイが何人スタンド席から飛んでくる。そうね、またになったんで、じゃあこれ質問って、質問に答えたいと思います。暗くなってきたね。答えます。ミナルンから、私たち大人メンバーに甘えるとしたら何してほしいですか、プライベートで。プライベートね、痛いなり、ダメだ。ああ、膝枕してほしいです。膝枕あ、じゃあマサナ会みたいなジュリナ会作ってほしいとかどうかな。前の車が赤い膝枕、ジュリナ会あとは SK48 の後輩全員に、そう全員後輩なんだもんな、変な感じ。 SK48 の後輩全員に10周年を迎えるにあたってどんなことや行動をしてほしいか、どんな気持ちでいてほしいか。そうですね、まあどんな気持ちでいてほしいか、いやでももう結構みんなそういう気持ちになってくれてると思うんですけど、10周年、今まで何周年とかの時って結構今まで何周年のとかの時ってなんかみんな結局1期生の人たちの、ほんとあくびが止まらない。1期生の人たちの何周年ですよねみたいな、っていう感じがあったんですけど、でも10周年、本当にもう10周年もう1期生1人しかいないんで、なんかみんなで10周年を迎えるっていう気持ちでやっぱりみんないてほしいかなって、本当にそのね、みんなよく言ってくれるんですけど、その1期生、1期生とか先輩がいてくれたから今の SK がありますって言ってくれるんですけど、でもやっぱりもう今いるメンバーだったり卒業したメンバーだったりスタッフさんとかもちろんファンの皆さん、もう本当に誰一人欠けてもいけないし、みんながいたから10周年迎えられるわけなので、もう本当にみんなでね、 SKE10 周年だよ、おめでたいね、やったって盛り上がりたいですね。まだ何年、8周年とか9周年おめでとうございます、1期生の皆さんみたいな感じだったんですけど、もう J しかいないんで寂しいので、もうみんなで、みんなでみんなでおめでとうということで、みんなみんなですよ、
みんなみんなで SKE ですから。だから10周年、自分たちが10周年だぞ、 SKE が10周年なんだぞ、すごいことだぞ、こっからまだまだつなげていくぞみたいな気持ちを持って、あと半年ぐらいですかね、10周年までは。その気持ちでみんなが進んでいけば、もっと最高な形で10周年迎えられるんじゃないかなって、思います。はい。そんな感じですかね。やってほしいこととかちょっと難しいけど、まあなんかそれぞれ特技とかそういうのをね、生かしてほしい。生かして活動できる場が、まあ、増えたらいいなってのは思ってるんで、なんか本当にどこにチャンスが転がってるか分かんないから、まあ例えばランランとかララのねゴルフとか、そういうところでこう、もちろん今いる SKE のファンの皆さんに喜んでもらうことをするっていうのはもう当たり前のことだけど、なんだろう、今まで SKE を知らない人たち、 SKE を知らない人たちにもっと SKE の魅力を届けられるように、まあ、いろんなところでメンバーが活動していってくれたらいいかなって思います。やっぱりね、一番はそのあれですね、なんていうの、あれあれ、名古屋ドーム、名古屋ドームにのでライコンサートをするっていうことが、まあ大きな目標ではあるけど、じゃあそれできたとしても、じゃあそこに満員になるかって言ったら、まあまだ自信はないですね。だからそのためにはもっとSKEのことを好きで、SKEを見たいと思ってくれる人を増やさなきゃいけないわけですから、だからそのために、そのためにまあ行動してくれたらいいかなって思います。ただやるんじゃなくて、みんながやりたいと思ってそれができて、そしてもう最高の結果に満員、満員でね迎えられる、迎えられるコンサートにしたいって思います。うん、今の SKE で名古屋ドーム満員になったぞっていうのがやっぱ強みになりますから、それが大事だと思います。だからもっと私は SK をたくさんの人に知ってもらうために今動きますから、これからもう私はそういう立場っていうか役割だなと思ってますから、ここまで来て、もちろんそれ自分のためにいつもありますけど、まあ、何よりやっぱりね、SKE を盛り上げたい、 SKE をもっとたくさんの人に知ってもらいたい、そう思ってます。日本だけじゃなくていろんなところに発信していきたいですね。そんな感じでいいですか。もういっぱい食べたね、僕らしてたよ。じゃあいろんなことに挑戦していけるように頑張っていきたいと思いますので、まあ、そのためにもね、やっぱ総選挙で1位になるっていうことも大きなことだと思います。もうずっと総選挙続けようってね言ってくれてるから今話しますけど、マサナがマサナがっていうか、マサナに明日から総選挙の立候補始まるよって、もうあれから1年経つんだねって話したら、もう一番に立候補したらって言ってくれて、
もうその気満々だったんですけど、もともとやっぱ願掛けっていうこともあってね。でもそうやってね言ってくれたんでね、後押しされて絶対出さなきゃと思ってね、一番に立候補しましたよ。うん、やっぱね去年ね、去年まさなと選抜に入りたいっていう夢がまあ叶えられなかったから、それがねちょっと残念だなって思ってるんですけど、うん、そうそうなんですよ。だからね今年はもっとね、選抜にメンバーが入ったらいいなと思いますし、まあ本当に10周年 SK も10周年ですし、総選挙も10周年、10回目ですよ私も出演するのが。やっぱりもう本当にもう最後のチャンスぐらいに思っちゃってるんで、やっぱり他の後輩メンバーの勢いもすごいやっぱ感じるし、うん、だから今回1位を狙える本当に最後のチャンスだと思って、出たいなって思ってます。SK10 周年、選挙も10周年、10周年盛り上がっていきましょう、盛り上げていきましょう、しょうしょう。取らないとってこと。優しいねみんな、ありがとうございます。で本当に最初から1回目から出てる人ももう減りましたからね、し1回目から1回目から1回目から選抜にランクインさせてもらっているのはもうそれで出るメンバー、出場するメンバーはもう私しかいないから、そうそうそう、だからちょっと本当に歴史に残る人になりたいです。そう19位、今日一番最初はね21位までが選抜だったんですよね。1万で超えた。
感じで。さあ、今スクショしてましたすいません。さあというわけで、じゃあ明日の見どころを最後に一つ言いたいと思います。いいですか。まあこれは言いたくないけど言っちゃおうかな。言いたくないけど言っちゃおうかな。言いたくないけど言っちゃおうかな。どうしようかな。言おうかな。言わないかな。私秘密です。私がちょっと赤いな、赤い赤いよ、赤い時に痛くない。私がというか私とマキコがよし、ここまでにしてきます明日のヒント、私とマキコがそんな感じです。楽しみにしててください。なんで結婚になるの。私とマキコが〇〇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 
また会いまショールーム。バイバイ。バイバイ。卒業式はないからね。